日曜の夜いかがお過ごしですか。横澤夏子でございます。さあ、あっという間に2月12日ということでバレンタインデーの季節ですね。バレンタインデーね、うちではよくやるんですが、私がですね、もうかれこれ、まあ夫と付き合っても7、8年ぐらい経つのかな、でも4年ぐらい前からですかね、もう気を抜き出したあの頃から炊飯器でガトーショコラを焼くようになりましてすごい、それが簡単なんですよ。簡単に炊飯器でガトーショコラが炊ける、焼けるっていうのをね、私が見つけてそれを作ってるんですが、ちょっとね、若干お米もね、チョコの味がするかなって思い始めたので、今年はちょっと変えようかなと思っていますしっかり洗えばいいんですけどね、しっかり洗ってはずだけど、やっぱちょっと香りがね、なんかチョコの香りがして、さらに甘みが増してるお米を食べております。さあ、この番組は自分にとって、社会にとって、地球にとって大事なことについてお話をしていくというコンセプトでお送りしています。番組後半は SDGs についてお伺いします。今夜も三井不動産サステナビリティ推進本部主任の三浦千秋さんをお迎えして、脱炭素についてお話をお伺いします。というわけで、横澤夏子、それ大事なことでございます。今夜もよろしければ最後までお付き合いください。FM93AM1242 に日本放送からお送りしている横澤夏子、それ大事なことでございます。さあ、今日はメールをご紹介しましょう。ラジオネーム小鳥のおうちさんからいただきました。ありがとうございます。以前、横澤さんがラジオ番組にゲスト出演された回を拝聴し、とてもお話が面白くファンになりました。やだ、ありがとうございます。結婚して3年が経ちますが、年齢が近いこと、私自身婚活パーティーに何度も参加していたことがあり、お話を聞きながら勝手に親近感を感じています。嬉しい。婚活パーティーの話ここでしていいんですか。もう血まなっこになって通っていましたから婚活パーティー、私21歳の頃から婚活パーティーに行き出して、4年半ぐらい婚活してたんですよね。で、25、もう本当に25とか26ぐらいで夫と出会って、本当100回目の婚活パーティーで男性に出会い、その男性と結婚したという話なんですが、もう婚活パーティーのプロとね、私は自分でも言っちゃうぐらいプロでしたね。私も本当にここでね、婚活パーティーの会社をね、紹介したいぐらいですけど、それはちょっと差し控えさせていただきまして、私がよく行ってたのが、夕方で終わる婚活パーティーに行ってたんですよ。でも、それは夕方で、まあ、終わるっていうことは、その後に飲みに行けるっていうことなんで、そのだいたい4時とか5時に終わるパーティーで終わって、で、服装は結婚式の二次会みたいな感じでは行かない、本当に婚活パーティー会場から駅までの間の焼き鳥屋さんに入れる格好で行くっていう、そのそれを考えて、でもね、それを考え出したのもちょうど80回目ぐらいの頃で本当に、なんか婚活パーティーってすごくコミュニケーション能力が鍛えられるトレーニングジムのような場所で、1分間2分間で自分のプロフィールも喋り、相手のプロフィールも聞き出すって相当な能力が長けてないと話せないんですよ。で、結構男性の中にはのけぞって、え、何か得意料理あんのとか言ってくる人とかもいたら、やだみたいな。でも、その得意料理を聞いてくれるってことは、まず興味が私にあるってことだから、まずプラス1点みたいなでも、のけぞっててなんか偉そうだから、マイナス100点みたいな感じで、どんどん自分で、あーみたいな、いい人いないなみたいな感じで、本当に足しげく通ってましたが、もうね、まあ、その頃吉本の芸人のね、仕事もあって、アルバイトもやって婚活もやってたんで、そのアルバイト行ってから吉本の、小屋、劇場に行き、じゃあ吉本の劇場が、20時とか8時とかに終わるんで、じゃあ8時半からのパーティーを渋谷で入れようかなみたいな感じで、スケジュール組んで引っ張りだこっていうかね、私がね、ただただ行ってるだけなんですけど、それで行ってましたね。面白かった。いろんな婚活パーティーがあって、それこそディズニー大好き、趣味がね、あったらとか、ワンちゃん、猫ちゃんとかたくさんあったり、あとは私が行ったのは身長180センチ以上の男性集まるパーティー私が172センチもあるんですよ、身長が。だからやっぱり身長が高い方がいいなって言って、180センチ以上のパーティーに行ったら、なんか座ったら
案外目線が同じなんですよ。180センチ以上の男性もなんかまあ雑魚っていうか、私はなんでこんな180センチ以上の男性がいいって理想に入れてたんだろうって思った時に、あ、一緒に歩く時になんかちょっと斜め上を見れる感じが嬉しいんだなみたいな、それだったらもうちょっとなんか飲みに行って楽しい人がいいなとか、なんかそういうどんどんね理想が削られていくんですよね。であとはそうですね、東京あの近郊の 長男じゃなく次男がいいなとか思って、それもねなんか長男の嫁って大変そうだなっていうなんか漫画かなんかで見た情報から、じゃあ家族構成とかいろいろ聞いたりとかしてたんですけど、結局うちの夫はねあの神奈川県の長男坊で、あの全然理想とはまた反してるんですけど、結局は一番なんか飲みに行って楽しいノリが合う人がいいっていうので。私の夫がですね、初めて会った時に横沢なのに斜め沢さんって言ってきたんですね。全然面白くないんだけどって思って、これは飲むのが楽しそうだなって言って、ちょうど面白くない男性と私は結婚しました。そういうあのいろんな婚活パーティーの歴史がありまして、今はこの婚活パーティー行った方がいいよとか、あのここの会社は結構信頼できるよとかって言って、私の同級生だったり友達 の仲介業者として一緒に本当相談何の話してんだ今。でも本当そうなんですよ。このね小鳥のおじさんもね、婚活パーティーに行っていたって言ったら、やっぱり周りも婚活パーティーってどういうとこなのとか聞いたりされたり、私もいろいろ調べた知識があるのでそれを教えたりとかして、いろんな女子会のねネタになっております。後半はですね、しっかりと皆さんの役に立つ情報をご紹介しますよ。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。あなたが大事にしていることや、私横澤夏子に聞いてみたいことなど何でも OK です。番組メールアドレスは横澤@1242.com、 横澤@1242.com、 横澤のスペルは YOKOSAWA です。この後は私にとっても皆さんにとっても大事なこと、 SDGs についてお伺いします。それどれくらいガチですか。この時間は様々な人にとって大事なこと、 SDGs についてお話をお伺いしていきます。今週も三井不動産サステナビリティ推進本部主任の三浦千秋さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。あの三浦千秋さん、あの私ですね、実はですね新潟県の婚活大使もやってるんですよもしあの新潟に来られる際があったら、ぜひ私の婚活パーティー参加してみていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ご連絡させてください。ありがとうございます。そんな話はいいんですよ。今日はですね、前回に引き続きこの脱炭素社会の実現のために三井不動産さんでも様々な取り組みをしているというお話をお伺いしていますよね。今日はどんなお話なんでしょうか。はい、脱炭素の実現のためにはですね、はい、あの当社の頑張りだけでは実現達成ができなくてですね、サプライチェーンの皆様と協力して実施をしていく必要があります。はい、で以前あの当社グループで削減すべき温室効果ガスのうち、当社グループが実際に排出しているものは全体の 15% というふうにお話をしたんですけども、はい、おっしゃってました。はい、その他の排出というのは、当社施設に入居いただいているテナント様が排出されるものだったりとか、はい、建物を建てる際の資材などからの排出ですとか、あとはあの当社の物件を購入いただいたお客様が排出されるものというのが大半を占めています。はい、でそのため当社だけではなくてサプライチェーンの皆様と協力して実施をしていく必要があるんです。はい、そのための具体的な取り組みの中で今日はですね、グリーン電力提供サービスというものを中心にお話します。グリーン電力提供サービス、いわゆるこの太陽光だったり風力発電の再生可能なエネルギーということですよね。はい、そうですね。再生可能エネルギーの総消費量は2010年から19年の間に 25% 増加しています。いいことですよね。そうですね。はいはい、それでもなお世界でこう使われているエネルギーのうち、太陽光ですとか風力などのなくならない自然の力で電力を生み出す再生可能エネルギーの割合は2019年度で全体の 17.7% にとどまっています。はい、
三井不動産としても2030年度までに当社が保有する全国施設の当社使用電力のグリーン化ですね、CO2 を出さない電気にするということなんですが、はいはい、を実現していくべく動いてますが、当社だけで考えるのだけではなくてサプライチェーンの皆様と協力しながら脱炭素化を目指していきます。で具体的には、弊社オフィスのですね、入居企業の皆様に、はい、先ほどのグリーン電力提供サービスというものを提案して、入居企業の皆様の RE100 や脱炭素に向けた取り組みをサポートしていきます。はい、小沢さん、 RE100 ってご存知ですか？全く知りません。何ですか？そうですよね、RE100 って読むんですね。はい、100と読みます。はい、RE100 というのは、企業が自らの事業の活動のために使う使用電力を 100% 再エネで賄うことを目指す国際的なこうイニシアチブということです。で世界中の企業が参加をしていまして、三井不動産も2020年から参加しています。へー、 100% 再エネルギー、再生可能エネルギーってことですか？はい、もうじゃあ本当無駄なことが一個もないないように、はい、そうですね、目指していくということです。そういう世界的な取り組みが政府だけではなく企業さんもやってるっていうことなんですね。はい、そのグリーン電力提供サービスは現在どれくらいの方々に利用していただいているんですか？はい、こちらは2021年の4月からオフィスビルテナント各社様への、提供を開始してまして、はい、現在およそ100社の方にですね、ご利用とご検討いただいています。はあ、素晴らしい。はい、じゃあおよそ100社っていうことはまたどん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 これから増えていくっていうことなんですね。はい、増えるべく頑張っていると。すごい、1年で100社1年ぐらい2年ぐらいで100社っていうことは、ね、はい、もうどんどんまた増えていきそうですよね。そうですね、はい、増えるといいなというふうにも思っています。はい、それから、住宅購入者の皆様ですね、例えば分譲マンションということについて言いますと、はい、皆様のお宅のように個別に電力会社さんと契約するのではなくて、うん、1棟まとめて契約をしてしまって、はい、その電気を丸ごと再生可能エネルギーにするという手法で2030年度までに CO2 排出量 40% 削減を達成できるように頑張っています。はい、でまたプロの投資家の皆様にはグリーン電力付きでもう物件をお売りしてしまって、はい、投資家の皆様の RE100 ですとか脱炭素に向けた取り組みをサポートしています。すごい、プロの投資家とかって聞くとすごいギラギラしたイメージがありますけどもすごいですね、グリーン電力をもう もともとそれから根こそぎ買い取るっていう。そうですね、ついているものを買っていただくにお金を投資するっていうことなんですね。はい、素晴らしい。その他には何か再生可能エネルギーに関しての取り組みがありますか？はい、実は自分たちで発電をしていこうという試みもありまして、さらにもう、はい、そこまで行ってるんですね。そうなんです。太陽光発電などにも力を入れていて、はい、再生可能エネルギーの安定的な確保に動いています。うん、すでに北海道から九州まで全国5カ所にですね、太陽光発電所を持ってます。素晴らしい。はい、メガソーラー事業で年間 0.8 億キロワットアワーを発電してるんですが、素晴らしい数字だと思うんですが、はい、全然わからないんですちょっと私も 何ができるんだろう。でも 0.8 億キロワットってことは、だってアイロンとか使うのって200ワットだからとんでもない、とんでもないぐらい、だって8000万キロワットってことですよね。そうですね、 0.8 億ってことは、はい、素晴らしいじゃないですか。はい、ありがとうございます。これは未来はどうなっていくんですか？はい、2030年度までに新たにですね、総発電量3億キロワットアワーの、メガソーラーの新規開発を目指して今取り組んでいます。もう発電までやってる、もうさらに3倍になっていくっていうことなんですね。前回北海道の森を守っている杉野さんのお話をね、聞いた時も思ったんですけど、その三井不動産さんってやることがもうとてつもなく大きいですよね同時にやっぱり私たちの生活の中で協力できることがないのかなとかもちょっと探しているんですが、ありますか？はい、こういったことってすごく意識づけとか行動ってちょっと難しいかなと思うんですけれども、はい、三井不動産レジデンシャルのですね、首都圏の物件にお住まいの方を、うん、対象にですね、はい、楽しみながらかつ持続的に脱炭素に向けた行動を行っていただけるように、暮らしのサスカツという取り組みを始めました。初めて聞いた、サスカツ。はい、サスカツ。サステナビリティな活動ですね。はい、サスカツですね。サスカツ、はい、
で例えばこう冬の暖房温度を低めに設定したりですとか、はい、こまめにテレビを消したりですとか、うんうん、入居者の皆様が実施した脱炭素活動に伴ってポイントを付与していきます、はい、でポイントが貯まるとですね、晴れくらに沖縄ですとか、はあ、ホテル座三井京都でのサステナブル、ツーリズムへのご紹介。嬉しい。ちょうどママ友がこの間晴れくらに沖縄行ったって言ってまして、ありがとうございます。めちゃくちゃ行きたいと思ったんです、そのインスタ見て。いいな。それから東京ドームで開催される試合へのご招待といった豪華な特典と交換することができる、はい、三井不動産グループを横断した取り組みも行われています。地球の環境に、地球や環境のためにいいことができて、さらに自分にもお得にこうポイントがいただけるっていうのすごくいいことですね、はい、モチベーションにしていただけたら。いや、めちゃくちゃモチベーションになります。だって旅行がご褒美で来るなんてそうです、ね、嬉しい。さあ三浦さん、聞かせてください。それってどれくらいガチですか？はい、三井不動産グループ一体となって脱炭素という課題に向き合っているくらいガチです。素晴らしいです。そしてあと再生可能エネルギーを再エネと略すことも覚えました。あ、すみません、ありがとうございます。再エネって言うんですね。はい、再生可能エネルギー、再エネ、私は絶対に略しますさあ、ということで3週にわたって貴重なお話をありがとうございました。ゲストは三井不動産サステナビリティ推進本部主任の三浦千秋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。横澤夏子、それ大事なことでございます。そろそろエンディングです。さあ、最後とってもなんか大サービスみたいなご褒美のお話をお伺いして、すごく幸せな気持ちになりました。ちょっと三井不動産さんのね、レジデンシャル、いつか私も住めるようになりたいなと思っております。さあ、この番組ではお聞きの皆様からのメッセージをお待ちしております。あなたが大事にしていること、ちょっとしたこだわりなど、どんなことでも構いません。また番組の感想やメッセージなどもお待ちしております。番組メールアドレスは横澤@1242.com、 横澤@1242.com、 横澤のスペルは YOKOSAWA です。番組への感想はツイッターでもお待ちしております。ハッシュタグは横澤1242、横澤はアルファベット1242は数字です。またこの番組はラジオだけでなくラジコでも聞くことができます。タイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くことができますので、今夜のトークが気になった方はぜひそちらもご活用ください。番組ホームページからは収録の模様を動画で楽しむこともできます。気になる方はぜひ日本放送のホームページにある番組表からこの番組のホームページをチェックしてみてください。それでは今夜はこの辺で、またお会いしましょう。お相手は横澤夏子でした。